ごきげんよう、ガイドさん。いえ、ここでは店長様とお呼びするべきでしたわね。それじゃあ、いらっしゃいませ。ランダムプレイへようこそ。リナさんや、ここにはないみたいだわ。奥の方の棚を探してみるわね。かしこまりましたわ。あ、棚のへりは危ないですから、ぶつかっておけがなさいませんよう、お気をつけくださいまし。あのおばあちゃん、どなた？何か探してるみたいだけど。まあ、ご紹介がまだでしたわね。レイシャおばあ様は、今回私がお仕えさせていただいているお方ですわ。一緒に、とある特別なお団子を探しているのです。お団子って、あの甘くてもちもちで二口でなくなっちゃうお菓子？いいえ、そのような普通のお団子ではありません。おばあさまのおっしゃることには、それはヘラヘラと笑っているらしいのですわ。リナさんや、ヘラヘラ団子は奥の棚にもないわ。カウンターの下も見てくるわね。ええ、おばあさま。ですが、他のお客様にもご配慮くださいまし。ヘラヘラ団子が何か、おばあさまご自身にも説明できないようですが、どうしても六分街で探されたいのだと。そこで、店長様のお店なら、もしやと思った次第ですわ。まあ、全然見つからないわ。リナさんや、ヘラヘラ団子はどこにもないわね。落ち着いてくださいまし、おばあさま。私もお手伝いいたします。お願いするわ。店長様、こちらにヘラヘラ団子と関連のありそうなビデオなどありますでしょうか？うん、コメディーならヘラヘラって感じのがたくさんあるけど、お団子はな、その2つを組み合わせたのなんて全然想像できないや。こんなくらいの大きさでね、丸くてプクプクしてて、笑った顔がとてもおかしいんだよ。はあ、なんで見つからないのかね。午前中、いろいろなお菓子屋さんを訪ねましたわ。けれど、あのくらい大きなお団子はどこにも。もしかすると、ヘラヘラ団子とは、笑っているように見える丸い何かなのかもしれません。困りましたわね。お菓子屋さんでないのなら、午後はぬいぐるみのお店を探してみるべきでしょうか。ぬいぐるみで思い出したんだけど、いつもヘラヘラしてて丸いって、喫茶店のとこにいるパンダさんじゃない？まあ、一筋の希望が見えてきましたわ。六分街にはめったに足を運ばないものですから、貴重な情報をご提供いただき感謝いたします。レイシャおばあ様、そうと決まれば早速。リナさんや、私はもう歩けないよ。足は痛いし、喉も渇いちゃって。確かにもう何時間も歩き通しでしたわね。かしこまりました。レイシャおばあ様、こちらで少し休ませていただきましょう。パンダさんのいる喫茶店ならすぐそこだし、私が写真に撮ってくるよ。それをおばあちゃんに見てもらえば一発でしょ。行ってくるね。お手数をおかけしますわ。私はこちらでおばあさまに付き添って差し上げますわね。どうかお気をつけて。
一番下はお野菜とハムのサンドイッチ、真ん中はちょうどお昼に焼き上がったスコーン、そして一番上は甘さ控えめのフルーツケーキでございます。おやまあ、お茶はローズブラック、アールグレーの2種類をご用意しておりますわ。霊社おばあさま、ミルクとお砂糖はどちらをお入れしましょう。まあまあ、ちょっと写真を撮りに行ってる間にこんな贅沢なアフタヌーンティーが用意されちゃってる。まあ店長様、ちょうどいい時にお戻りくださいましたわ。このリナの特製アフタヌーンティー、どうぞ召し上がってくださいまし。このような時ですから手作りというわけにはいきませんでしたが、お団子を探す道すがら近くのお店で心を込めてお選びしました。お口に合えば嬉しゅうございます。そうなんだ、なら安心だね。甘さ控えめならいっぱい食べても安心だねって意味。そういえばお団子の写真だけれど、そうそう、ヘラヘラ団子の写真撮ってきたよ。どう？おばあちゃん、探し物はこれで合ってる？いかがでしょう、レシェおばあさま。写真のぬいぐるみに見覚えはありますか？違うわね。これじゃないわ。私が探してるのは、よだれを垂らしてるお団子だもの。あら？ヘラヘラと笑っているお団子をお探しになっていたのでは？違うわよ、よだれを。それも違うわね。そうそう、声の大きいお団子を探してたの。鳴き声が廊下に響いちゃうくらい大きい。そうだったのですわね。ご安心くださいまし。どのようなお団子であっても必ず見つけて差し上げますわ。店長様、少しよろしいでしょうか。まずはこれまでのことに感謝とお詫びを申し上げますわ。霊社おばあさまですが、実のところ彼女は私がお仕えする方というだけでなく、私の審査官でもあるのです。私はビクトリア家政の代表として新エリート家政協会の評定に毎年参加をしています。そして今年度のベストサービスを決める審査の内容が、レイシャ・クリスティおばあさまにお仕えすることなのですわ。過去にも評定に参加したことがありますので、どのようなサービスをご所望になるか概ね把握はしていたつもりでした。ところが今回はいささか勝手が異なるご様子。レイシャおばあさまは家事にまつわるサービスへのご要望を一切おっしゃらず、ひたすらお団子を探すようにと申し付けられました。審査のため意図的に難題を提示されているという可能性も否定できませんが、これ以上はお店の邪魔になってしまいますし、私一人で何とかしてみせますわ。いいっていいって、どうせあんまりお客さんもいないし、おばあちゃんを最後まで手伝わせてほしいかな。それにやっぱり六分街なら私のホームだからね。よろしいのですか？とっても助かりますわ。フォローの中でも外でもあなた様は頼もしいガイド様ですわね。それでは六分街を隅々までお写真に収めて、怪しいお団子を一網打尽にいたしましょう。
ここにお団子の条件に合うものがあるのでしょうか。丸くて声が大きいですから。なるほど、レコードですわね。素敵な味わいの CD ショップですわ。どのコレクションも、まあ、こちらのレコードはジャケットを一別しただけで楽しかった記憶が思い出されます。好きな曲でも入ってるの？それとも何か思い出の曲？どちらもですわ。こちらのレコードは収録当時ちょっとしたトラブルがあったのです。演奏メンバーの一人が突然来れなくなったのですが、彼女の代役をお仕事で私が務めたのですわ。それはそれは挑戦的なサービスでしたわ。せっかくですから私の担当した楽器当ててみてくださいな。リナさんはバイオリンってイメージかな。実はエレキギターでしたわ。メイドさんってエレキギターも弾けないとダメなの？優秀なメイドに必要な技能はたった一つ、ご主人様の願いを叶えることのみですわ。さあ、思いついた場所は一通り撮影できましたわね。そろそろレイシャおばあ様のもとへ戻りましょう。彼女のお団子がまた変わってしまうかもしれませんが、正直なところあまり気にしてはいないのですわ。例年火星協会の審査内容といえば、通常の火星業務かフォローでエーテリアスを討伐するかのどちらかですもの。今回架空の品を探すというのは予想外でしたが、先の2つに比べたらずっと創造的ですわ。おばあ様の求めるお団子がこちらのお写真に収められていることを祈るばかりです。おやおや、ようやく帰ってきたんだね。リナさんとその子分？子分じゃないって。これでも一応ここの店長なんだから、名高き凛店長って呼んでよね。あ、普通に凛でもいいよ。申し訳ありません、おばあ様に代わって私がお呼びしますわ。凛店長。さあおばあ様、こちらのお写真に大声団子がいないかご確認いただけますか？違うね、これは私のお団子じゃないわ。私が探してるお団子はね、思い出したわ、波よ。お団子が泡立つ白い波にゆらゆら浮かんでるの。あ、きっとそうよ、白い波花のお団子なんだわ。リナさんのそばでずっと浮いてるお団子にそっくりの。私のボンプを気に入ってくださり嬉しいございますわ。ですがこの子たちはお団子ではなく大切な仲間です。れっきとしたお名前があるのですよ。例えばこちらの金髪でパッツンボブの子はドリシラですわ。マナーモードに設定しておかなければ今頃きっとまたお団子が変わったぞと叫んでいたはずです。確かにお団子がまた変わったね。ドリシラに似てる波花のお団子って一体なんだろう。マスター、ここで臨時のおすすめ情報です。レイシャクリスティ、波、2つのキーワードをネット上で検索した結果、ミスシティコンテスト棄権に関するニュースが見つかりました。あら、今の声は。今のは
最近覚えた腹話術だよ。すごいでしょう。まあ本当ですか。腹話術というのはスマートフォンの入っているポケットからも声が出せるのですわね。大変勉強になりますわ。ご安心くださいまし。店長様のささやかな秘密を詮索するのはビクトリア家政のマナーに反しますから。とにかくとてもタイムリーなヒントをいただきましたわ。ニュースなら私のスマートフォンでも検索できますもの。ミスシティコンテスト危険。まあもう41年も前のニュースなのですね。待望された決勝の夜、優勝候補の一人であったレイシャ・クリスティが突如棄権したことで波花の輪はライバルの手に。なるほど、波花の輪、優勝者に贈られる丸い水晶のトロフィーですわね。棄権したとされる方のお写真も載っていますわ。見比べてみると、ええ、間違いありません。まさか私の審査官がミスコンテストの優勝候補だったなんて。隅に置けないおばあさまですわ。泡立つ白波にゆらゆらと浮かぶそのお団子というのは、おそらくおばあさまが本来手に入れるはずだったトロフィーなのでしょう。それなら話が早いですわ。波花の輪をおばあさまにお届けすればよいのですもの。どの話が早いっていうの？41年も前のトロフィーなんだよ。ミスシティコンテストは今に至るまで毎年開催されているのですわ。私もちょうど去年に参加させていただきましたから。待って、リナさんもミスシティコンテストに出てたの？ええ、あのコンテストには歌唱、演技、絵画、料理と様々な部門がありましたから。そうですわ、今度は私の参加した部門を当ててみるのはいかがでしょう。前に楽器を当てさせられた時は超大穴だったからな。あえて一番ありえない料理。どうして料理が一番ありえない部門なのでしょう。少しだけ気にはなりますが、答えを発表いたしますわ。答えはぜんぶですわ。あの時はメイクさんの手が足りず、私が臨時のメイク担当としてお呼ばれしたのです。とてもせわしなく愉快な体験でしたわね。わかりっこないって、引っ掛けじゃんそんなの。店長様をほんの少しからかってみただけですわ。どうかお気を悪くなさらないでくださいまし。とにかくあの一件があったおかげで大会の主催者様とはちょっとしたご縁ができたのです。トロフィーをお借りすることくらいわけないことですわ。皆さん、や、私の波花のお団子は見つかるわよね。おばあさま、ご安心くださいまし。どのようなお団子でも必ずや見つけて差し上げますわ。もうこんな時間ですから、先におばあさまをお家までお送りいたします。店長さまもどうぞお休みいただいて構いませんわ。本日は誠にありがとうございました。